じゃあ、近い。はい、そういうわけで。戦いましょうか。戦いましょう。行くよ、行くよ。トイレ。いや、前回通行人 Z とかになりましたんで、メインキャストの皆さんの中に入っていいかどうか。いや、もう戦いになったんだから、よろしいですか。お邪魔します。よかった。よかった、入ってこれて。はい、お願いします。ここでジャッジを引くぜ。ねえよ、最初に引こう。いいよ。いいですか、次が最初に。やっ、はーい。じゃあ、一気に行きましょうか。せーの。もうね、私のこのジャッジ率は高いですからね。出た。じゃあネタ引きましょうか。はい、こんないっぱいあるからな。じゃあこれにします、今日は。はい、お題、ペンネームゆきともさんからいただきました。朝の貴重な10分。おお、うん、朝の貴重な10分、はい、でもそれは誰しもね、うん、朝起きればあるわけですからね。そうですね。はい、じゃあ私、ペンネームタカッチさん、やっぱりこれだと思います。うなぎパイ。わ、いいお題ですね。なるほどね。ただどう、さあ先攻高校はいいですか。いいですよ、はい、前回と高校だったからね。はい、朝の貴重な10分、朝10分が貴重なのは誰しもだと思うんですけど、そうやな。自炊派なので朝ごはんを作りたいわけですよ。はい。で、朝ごはんを作ると、米はね、毎晩炊いとけばいいけど、うん、基本的には私は朝蒸し野菜を食べたいので、うん、野菜を切る、蒸す、わかめとかのお味噌汁を作る、目玉焼きを1個焼くか焼かないか、それにウインナーをつけるかつけないか、はあ、で生野菜添えるか添えないか、ヨーグルトを出す、でご飯よそるが朝ごはんワンセットなわけですよ。でのんびりやったら30分ぐらいかかっちゃうけど、できればこれを10分とか15分以内に収めたいと思うわけですよね。だから布団の中で一回起きてから、うん、今日はわかめがあるからわかめだったからすぐ味噌汁にできるなとか、もう頭の中で一回順番をね全部決めちゃうの。なるほどね。そうそう、まずは野菜を切って、それをスチームケースに入れて、スチームかけている、その前に一回お湯を沸かしておいて、スチームケース入れてる間にお湯が沸くから、そこにもうだしと味噌を溶いて入れてしまって、わかめは水から戻しておいたのをお椀の中に入れておいてる間にフライパンの火をつけておいて、そこに卵を割って蓋をしたら1分後にはもう半熟になるから、その間にご飯をよそって10分後にはもう朝ごはんスタートみたいなのを朝やってます。シミュレートしてるってことね。そう、はいはい、やればすごい速さでできるようになるから、みんなも試してみてください。なるほど、うん、はい。というわけで次は緑川さん、どうぞ。まあぶっちゃけ俺、甘いのとしょっぱいのの取り合わせって苦手なのね。はい、うん、酢豚にパイナップル的なのとかちょっと苦手なの、うんうん、はい。だからかなりもう不利なスタートなんだけど、とりあえずほら一応前線しないとあれだから、そうですよ、考えました。はい、うなぎ、うん、でなんかこうスタミナがつきそうじゃないですか。はい、でパイってカロリー高そうじゃないですか。そうですね。これは全国の中二の諸君におすすめしたいな。はい、まず潰してください。粉々に粉状にしてください。うなぎパイを、うなぎパイを、うん、それをよく粉薬をあるじゃないですか、ああいうのに入れて薬のように持ち歩きましょう。薬のようにその粉々になったものを粉薬の服紙に買ってきて入れて持ち歩き、ここぞという時にそれを颯爽と出してトン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 って入れれば、きっと相当パワーが出ます。うなぎでパイですからね。なんだろうな、やっぱり若い時ってそういう思い込みでどうにでもなることがあるじゃないですか。それ思い込みになってるじゃないですか。いやでも、でもですよ、いやそれもあるし、うなぎにパイですよ。若い人ってもうそれだけで多分ね、結構なところに行くはずですよ。結構どこに行っちゃうんですか。しかもシチュエーション的に粉薬みたいな感じでこう取り出すところが、これ学校でも行けますよ。薬、一見薬のようですからね。袋のままだとお前お菓子持ってきてんじゃないかって言われるから。だけどなんかこうお菓子をかかる、やべえ俺ちょっと今なんか全然先生の言ってること頭に入んねえっていう時に、すいませんちょっと薬、ちょっと美味しい匂いしてるんじゃない。面白すぎる。でも、まあ、中二の諸君がやるんならいけるかなと。そう、いやダメだよ。でもうなぎパイってやっぱそういう印象ないですか。元気に
になるって ね, なるってね、うん、ありましたね、うん、そうかな、やっぱこう年いくとあのやっぱちょっとカロリー高いからねっていう、こう遠慮しがちな感じになる、なるけれども、みなぎってるみんなはそのぐらいいったらいいよ薬と思ってう、もうそんな若いみんなは普通にパンに食べれるでしょ。ロールプレイングゲームとかでもあるじゃん、そういう競争剤的な、なんそういうポジションだよ、ロールプレだからですよ、そういうポジションだ、そうでもしなきゃ勝てねえって何と戦って、なんでこれトークバトルだろそうです、はい、ここでね、はい、わかりました、はい、勝者緑川さん、なんでだよあめえ力技だよ、力技に負けた、だってうなぎパンなんて、だってそんなに知識ねえもんこれだよ、うなぎの技だよこれ、うなぎでパイだって言い方一つじゃないですか、そう分かったよ、今週も引くよ、引けまたなんか設定るよ、厳選されてる、厳選されたよ、はい、ペンネームレノンさんからいただきました、トークスキルゼロすげえタイムリーだ、タイムリー、追い打ちかすげえ追い打ちだ、なんでだよ、だってこれ自分で弾いたんだもんね今ね、そうですよ、引かされたわけじゃない、そうだよすげえ、いいよ、だって今のありのままの私がトークスキルゼロだってことでしょしかもこれあれだよ、ゼロが、うん、あの数字のゼロじゃなく、うん、英語で ZEあろうって、なんで全部大文字だよゼロゼロ、すごい、これある意味ゼロって呼んでもいいってことだよねダメ、ゼロはやめて、それだけは、それだけは、あーオープニングだよ来たリトルバスターズ、あいやー、はい、夏目恭介役緑川光です、夏目凛役トークスキルゼロ田宮智恵です、直美久田涼子役の若林直美です。リトルバスターズ R はテレビアニメが放送中のリトルバスターズのラジオ番組です、イエーイ、イエーイ、あ、トークスキルゼロ、なんだ元気か、トークスキルゼロだから面白い返しなんか一切できないまあでもこっから登ってくだけだもんね、これ次週はトークスキル1とか、いやそれでシステムじゃないですよ、その時2とか、ただよ、オープニングの称号引くのなくて、経験点あげるからさ伸ばしていきなよ、トークスキルを別のとこ、おっぱいスキルとかにやらないで、このラジオやってる間にトークスキルが伸びていく感じ、そうそうそう、やめてでもむしろゼロって言われた方が潔いよね、もう全然こっから上がるだけだもんね、まあ、落ちることないもん ね、トークスキル3ぐらいとか言われるよりはしかもあれだよ、前回は Z だけだったけど、今回は ZERO ってついたんだよ、よかったね、エロがついただけじゃんなあ、エロついても嬉しくねえよ、落ちることないって言ったけど、そんなことないか、マイナス1とかも、そうですよ、マイナスもあるもやめてくださいよ、そうだマイナスがあるかもしれない、現状1で、だってゼロだから、登っていけよ、分かったよ何なんだよ、明日アニメ第3話ですよ、お3話っつうとどの辺ですか、だいぶ収録が先行ってるから、そうなんですよね、忘れちゃったな、第3話はハルチンとか、はあ、姉子とかが、はあ、来るかもしれない、かもしれない、来なかったらごめんなさい、まあ、あの今公式サイト行ったら、はあ、3話のあらすじが詳細に書いてありますよ、そうでしょ、そうでしょ、クドは来ないかもしれない、来ないかもしれない、とりあえずかもしれないって言っとけば全部 OK そう、私はその辺のあらすじを知らないかもしれない、あ、来ない可能性高いかもしれない、もですね、やっぱりあのメールが押し寄せておりますので、あ、そうですか、はい、今回はアニメの感想などバンバンやっていきたいなと思ってるわけですよね、やるかもしれない、ちょっと待ってください、内容ぐらいは別に私たちはこれからやることはアバウトにしとけば、時間の都合でやれなかったらごめんなかもしれないだからっていうアニメの感想はやるよやる、それやろうよ、わかりました、はい、それでは参りましょう、リトルバスターズ R ミッションスタート、リトルバスターズ R、 この番組はビジュアルアーツ響きタブレコミュニケーションズの提供でお送りいたします。アニメリトルバスターズは大好評放送中だ、放送を見逃したってやつがいるみたいだな、玉筋に出てるぜ、そんなやつはニコニコチャンネルをはじめオンデマンド放送も多数配信されるからな、詳しくはオフィシャルホームページを確認してくれ。
アニメリトルバスターズミッションスタート。さあ今回はアニメの感想をどんどん読んでいきますよ。誰からいきましょうか。よっしゃ。ペンネーム浪人中の白熊さんからいただきました。緑川さん、タミヤさん、若林さん、オリバソース、オリバソース、うん、アニメ第1話すごく面白かったです、うん、中学生の頃からのリトバスファンである私にとって首を長くして待っていた瞬間でした、うん、みんなが動いてるよとか原作通りだなとついつぶやきながら見てしまいました。京介のセリフ、野球チームを作る、チーム名はリトルバスターズだの一言からのオープニングでは感動のあまり涙を流してしまいました。第1話を見た後買おうかどうか悩んでいたブルーレイと PS3 用ソフトリトルバスターズコンバーティッドエディションを買うことを決めました。残りの受験生活はリトバスのおかげでなんとかやっていけそうです。毎週のアニメとラジオ、それとクドリャッカの登場を楽しみに待っています。登場しないかも知れないで。いやするよ。とりあえず今彼はいい感じにテンションが上がってきてるじゃないですか。そうですね。それでこの工藤楽しみにしてる。うん。で工藤でテンションが上がるか下がるか。なんで下がるの？ちょっと待ってよ。その下がる理由がわからないんですか。いや分かる。それは彼の基準だけどね。うん、おおそうだよね。工藤ってこうだよねか。うん、あれ大丈夫です。工藤は工藤です。大丈夫だよ。そうだよね。上がるかもしれない。出た。そうじゃないかもしれない。すごいボンキューボンかもしれない。そうかもしれない。ロリじゃないかもしれない。ダメだろ。でもそれでなんかね、テンションが上がって受験がうまくいくといいですね。本当ですね。応援してますよ。なんか何でもいいからすがりたかったりするもんね、こういう時ってね。そうですね。週1回の楽しみってすごい大切なんですよね。ね、追い込まれてる時って、うん、これに向けていくぞっていうテンションキープするの大切なんで。うん、はい。頑張ってください。よろしくお願いします。はい。ペンネーム腹黒キツネさんのも行きましょう。アニメ第1回拝見させていただきました。開始早々からのマサトとケンゴのバトルから、ああついにアニメが始まったんだなと感慨深く思っていると、オープニングに入る直前、京介のチーム名はリトルバスターズだというセリフに鳥肌が止まらなく、目からうなぎパイが溢れそうになりました。アニメで可愛らしいキャラクターは可愛く、かっこいいキャラクターはかっこよく、そして筋肉は肉肉しく動いているのを見れば、パソコンの前でプレイしながらアニメかまだとつぶやいていた日を思い出します。 BGM や称号、名言のシーンもゲームにのっとった形で再現されており、特に名言のシーンはマサトと共に脇腹にシャーペンを突き刺し、マツアチョギと一緒にもだいてみるなんてこともやってしまいました。痛かったです。これから毎週このアニメの放送時間を楽しみに生きていけると、今から筋肉がうなりを上げて止まりません。ありがとうございます。いいですね。なんかものすごいゲームに忠実にいろんなことを再現してくださったんですよね、うんうん、まあ、彼もね忠実に再現したようだしね。そう、まあ、ザチョギチョギ本当にそうなるってことなんですね。シャーペン刺されたら、まあ、ザチョギ。いやー熱いメールだねみんなね、うん、そうですね。なんかみんなどんなに待っててくれたんだろうって思いますよね。本当にありがたいですな、ね、ペンネーム黒猫ワトソンさんいきましょう、はい、緑川さん、タミヤさん、若林さん、こんにちは。じゃん。アニメ1話見ましたが、とてもテンションが上がりました。ほら来た。キャラクターたちが動いてるのを見て、ああアニメもいいなって思いました、うん、特に濃厚認定された時のリンの変なダンスが面白いと感じました。あれ可愛かった。いやじゃあその前のマサトがね、そうそう、すごい速さでボールが来たのも分かるんだけど、うん、その後の崩れっぷりがまたすごかったよね。ガシャンポンポンプフーっていう、あの辺のなんかさ、なんかマサトのところにあるんじゃないの、呪われてるポジションって。その前もほらやられてたじゃん、市内で。あれ妙にかっこよかったよね、あれ、あのデザイン的なクロスっぽい、うん、そう、あの切られた感がね、切られた感がかっこいいよ、ね、あそこにめり込んでんだボールだと思う。あの辺だよね。あそこ、あそこ、なんかちょっと呪われてんじゃないの、あのエリア。でもちゃんと次の時には服直ってるからね。そうだね、いっぱい持っているからね。持って何十枚と思ってんだろうね。アニメだと一発しか当たってないけど、うん、今あのジーズさんで始まった、うん、あのアニメーションをコミカライズしてるようなやつでは、うん、3発ぐらい当たってるからね。なんかどこにいても当たっちゃうみたいな。でもある意味コントロールいいのかな。そうだね。その呪われポジションに絶対入れるっていう。そう。すごいな。じゃあペンネームシュー太郎さんのもいきます。こんばんは。
私はリトルバスターズはタイトルしか知らなかったのですが、うん、このラジオがあまりに面白かったのでアニメも見てみました。私も今高校3年生で就職や進学で友達と別々になってしまうので、リキの感じる不安や寂しさには共感できるところがありました、うん、これからリキたちがどんな野球チームを作ってどんな青春を送っていくのかとても楽しみです。ラジオも毎週聞くのが楽しみになりました。アニメラジオともに応援していきます。それからタミヤスさん、私もラジオの期間中にバストアップ体操をやってみようかなと思いました、はあ、女性なのかな男性なのかな、どっち。いや女性でしょ。女性だよね。ここでこう来るってことは、そうだよね。でもペンネームは男性っぽいね。シュシュ太郎っぽいけど、シュシュ太郎くん、僕は今前島式を試しているよ。一緒にバストアップしようね。わからないけど、え、結構メジャーなところなのそれ、はい、そうなんです。なんか一応バストアップ今貸し木式はうちでやってるんですけど、ま、前島式、前島式、前島さんの、前島さん男性、貸し木さんは女性の有名なカービーダンスの先生なんですけど、前島さんは男性で、男性なのに、そうなんです。バストアップの体操だと割とすぐに検索で上位に引っかかるぐらいの有名な方。それは男性でも可能なものなの。前島先生のやつはおっぱいをバストアップっていうか、こう上向きにするための筋肉を鍛えるような感じだから、つまりバストの向きをアップね、アップみたいな感じだから、はいはいはい、もしかしたら男性にも効果あるかもしれない。ああそうだね、うん、でもなんかこう筋肉をつけてっていうのもいいよね。そうですね、うん、そうなんです。代謝も上がるしね。そうそうそう、貸し木先生のは体のラインを美しくしようみたいな感じのダンスだから、総合的な感じなんで。まさか先生の部通ってるわけじゃないよね。通ってないです。貸し木先生通いたいんですけど、むしろ通いたい、通いたいんですけど、芸能人の人とかにものすごい人気の先生で、じゃあなんかさ、あの VTR 的な、そういうので、そうです、あのいっぱい売ってるんです本屋さんに、カービーダンスって教えてます。じゃあ一緒に頑張ってね、一緒に頑張ろうね、サイズアップ、うん、いやでもこのアニメから入りましたっていう方、そうがこれからこのリトルバスターズの世界を知っていくっていうのはすごく嬉しいね。そうだね、うんうん、アニメから入ってリトルバスターズを応援しようっていう気持ちの先にバストアップしようになっちゃったみたいな。いい感じなの。まあ、頑張れ。まあ、関係なくはないからね。いや、筋肉があるから。あ、そうです。やっぱなんか筋肉を鍛えてるとやっぱ愛しいじゃん、筋肉が。愛しい。いろいろこう筋肉絡みの話が出てきますんでね。ニョキ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 。第一話の筋トレしてる時のあのマサトの筋肉のうなりが面白いですよね。いいっすよ、ね。ちゃんと膨らむんでね、ニュ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 。細かいよね。素晴らしいと思いますね。普段から筋肉や筋トレをやってみたいなと思ってる人はこの機会にやった方が絶対。ぜひ。はかどるよね。なんかマサトもそういう DVD 出せばいいのにね。アニメーションで。そう、マサトと一緒に筋トレみたいな。うわ、売れるかも。売れるかも。売れそう。お、これいい商品化だ。いい、ね、いけるかもしれない。はい、ここで筋肉イエイ。イエイ。あ、意味もなくね。そうそう、なんかダンベル持ってイエイ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 っていう。そう。じゃあ次は上腕二頭筋みたいな。なんかね、特典でもいいからね。いいですね。いいの、いいの。あのビリーみたいな感じで。そうそう、やってもらう。つけましょう、つけましょう。これでつけましょう。え、もう一つだけ行きましょうか。はい、ペンネーム竹中ハンバーグカレーさんからいただきました。はい、はい、これが番組に最も多く来たご意見らしいですよ、うん、行きます。緑川さん、タミヤスさん、ゲームさん、こんばんは。ゲーム、ゲーム、うん、ゲーマーだったんだよ。その後ゲームに進化したからね、君ね。あ、でも今はギャザリンだよ。そうだった、ギャザリンだよ。お、いいの、ギャザリン気に入っちゃった。うん、アニメ第1話を早速見ましたよ。なんというか、ここまで詰め込むかという具合の内容てんこ盛り。ワイワイ動くキャラたちも相まって、ゲーム遊んでいても十二分に楽しめる第1話でした、うん、次回以降も楽しみにしています。ラジオもとても楽しみですが、タイトルのリトルバスターズ R の R って何の略でしょうか、うん、あ、 R はですね、うん、ね、緑川さん何の略ですか。え、いろいろあるんじゃないの。そうなんですよ、いろんな意味があるんですけど、はい、まあまず最初はラジオですね。ラジオとかね。あ、ラジオ、そうだね、あるで、ね、違うんですか。今なんか、え、これ違うこと言った人がボーなの。順番に。ボン式だ、ボン式だ、ボン式だ。え、何だろう、最初早く言った方が勝ち。はい、レボリューション。ああ、まあそれもなくはないよみたいな顔になった。リフレッシュ。嘘だ、嘘だ、ラジオ聞いてこうなんかこういろいろ悶々としたものをリフレッシュ、ありじゃないですかね。ありかよ、うん、ライト、ドボン。
右からしか聞こえてこない。明らかにドボンだよ。右左から。なんでそんな携帯式のラジオで聞いてるんだよ。ドボーン。いろんな意味を込めました。はい。なんであなたの心の中にある R で該当するものを当てていただければ問題ございません。はい、そうですよ。ライ右からしか聞こえてこないでもいいですよ。なんで右耳だけで聞いてるその人。六本木。六本木違います。リトルバスターズ六本木いいですね。リトルバスターズ L です。え？R だよ。え、あ、わかんない。はい、そんな感じでした。これからもたくさんお便りお待ちしています。ゼロリトルバスターズブルーレイ DVD ボリューム1の発売が決定しましたよ。ほほー。初回限定版の全巻購入特典応募券や PR カード各種もダンミス。12月26日オンセールなのです。チーム名はリトルバスターズだ。リトルバスターズのメンバーが野球以外をやるならどんなことがあるのか、さまざまな提案をしてもらうコーナーです。うん、このコーナーにもたくさん、メールをいただきました。うわ、何しよう何しよう、楽しみ。とっておきのものを紹介したいと思います。お願いします。ペンネーム三重県のスナイパー。演劇をしよう。チーム名はリトルバスターズだ。はい、全員参加で主人公は凛か力で、勇者の横にいるうるさい妖精イコールクド。やったー。あ、そうだ、ごめんね、もう一回ね。全員参加で、やるっていうことですね、演劇をね。はい、で主人公は凛か力、で勇者の横にいるうるさい妖精はクド。街のクレーマーはささささささみ。はい。伊達川ささみさん。木。木、ああ木ね、町にあのその辺に生えてる。はい。まさと。ひどい。悪いやつのお付き。はい。健吾。ああ。クールな感じのね。町の本割少女こまり。うん。町の小娘だな。町娘だね。町娘だな。とらわれの姫。京介。なんでそこでそうなの。まあそれはまあ皆さんの意見は。そうですね。大魔王姉子。まあ合ってる。絶対合ってる。大魔王のおまけはるか。ああそんな気が散した感が。武器屋西園。あ武器屋。ああわかる。謎のキャラピーンさん。うん。あうん。そうね。はい、はいはい。どうですか、はちゃめちゃな、はちゃめちゃな演劇が見れると思います。この前の生放送楽しかったです。くーちゃん大好きです。いやありがとうございます。よろしく。うるさい妖精って言ってますけどね。はい。あれだね、この間のもちろんニコ生準拠でそれぞれ当てはめてもらったってことですよね。うん、なんかこういう風に具体的に見るとさらにやりたくなるね。やりたくなる。 だって今のキャスティングすごい合ってたと思うもん。合ってる、うるさい妖精。うるさくていいですよ、いっぱい喋っちゃいます。わほほほほ。いやあんまり喋んなくてさ、羽の音だけしてる妖精も嫌だよね。あ、うん、あの喋れるはずなのにずっと横にあれ喋んねえのかな。でもいないわけじゃないっていうね、ずっと羽音がブーンブーンブーン。それあれだよ、毎週やるようなやつだったら、あの今週あのキャラクターは出てるんですけどお休みなんですっていうギャラが発生しない。ハオトで何とかしときますんで。そこにはありますけどってことでしょ。絵はいるんですけどセリフがっていう。そうレギュラーなはずなのに。ずっといるのに。しゃべんで、せめて一言でもいいから喋りたい。ぜひやりたい。続いていきたいと思います。はい、ペンネーム時速25キロのモアイ像さんです。電車ごっこをしよう。チーム名はリトルバスターズだ。これはですね、はい、マサトが先頭で、筋肉筋肉筋肉が通りますと言いながら走り、他のメンバーが肩を掴んでずらりと並ぶ。そして剣吾が後ろからそこの筋肉止まりなさいと言いながら追いかける遊びです。こ
あれなんか野球以外をやるならってそれでもいいのか、うん、電車ごっこってそういう形態じゃなかったですよね。だって相手の前の人の肩掴んだらグレーシートレインでしょ。何かあの格闘家の一家の人がそうやって入場するっていうのがあるんですよ。グレーシートレインそんなのあるんだ。普通なんか紐かなんか腰に回してそれ持ってそうだ、ね、楽しくやるものだよね。もうちょっとね、しかも筋肉さんが先頭だとさ、うん、すごい速さで他の人ついていけるのかなっていう感じがするんだよね。そうだね、うん、遊びもありなんだ、ね、やりたいですか。やりたくない。でも絶対京介はその時車掌さんとかの役ですよ。まあ楽なとこ行くだろうね。ドアが閉まりますって。ドアが閉まります。うまい。筋肉が通ります。みんなで車掌やりたくなるかもしれない。でもね、うん、なんかすごい今真面目な声でなんだっけ電車ごっこをしようって言われたけど何を言っとるんじゃって気分ですよね。今後こういうの増えるってことだもんね。そうだね、慣れなきゃ慣れなきゃ。そうだ ね、 ね。じゃあもう一丁いきたいと思います。はい、ペンネームバリアスツバイゼッツさんからいただきました。アテナを、いや沙織さんを助けに行こう。チーム名はリトルバスターズだ。はい、メンバーは5、6名必要かと思います。はい先生、はい、あのそれリトルバスターズじゃなくてもいいと思います。そうですか。主役はもちろん京介さん。はい、京介お前の筋肉はそんなもんじゃないだろう、もっと脂肪を燃やせとか言ったら展開が盛り上がるのでマサトも向いてると思います。これいいですね、脂肪を燃やせ。どんな風に燃やしていくんですか。あのやっぱり人にはできないようなものすごい修行を繰り広げるんじゃないですかね。これいいよね、うん、なんかこうコスモを燃やすように脂肪を燃やせたら、うん、そうですね。これでも毎回クライマックスが来て大変ですよ。ノーコメント。楽しい楽しいって感じになります。あともしかすると、ね、大変ですね。あの脂肪燃やすよりもコスモ燃やす方が大変かもしれない。いや脂肪燃やすの難しいぞ。意外に。そうですか。なんか両方燃やす。私的にはコスモ燃やす方が大変だと思うんですけど。あでもコスモ毎週ぐらい燃やせてるから。それ一人だけですよこの中で。燃やさないと始まんないからさ。まあ確かにね。そうですね。ついでに脂肪まで燃焼してくれたら最高ですね。いいですね。難しいな。はい、はい、このコーナーの手始めはこんな感じですね。あ、そうか、今回から始まったんでしたね。そうだった。盛り上がりすぎて忘れてたもん。いやなんかもう面白かったね。これいいですね。いや最初どんな感じになるのかなって漠然としてたんだけど、はい、やってみるとね、うん、面白いですね。やってみましょう。どんどんやってみましょう、うん、はい、はい、そんなの待っております。以上チーム名はリトルバスターズでした。こちらリン、本屋の前に到着した。お前サイトオッス、クルガヤユイコシャワータペストリー付きの電撃ジーズフェスティバルを買いたいのだが。うんうん、そうか、わかった。どうやら電撃ジーズフェスティバルコミックボリューム26は10月26日に発売らしい。発売日にまた来るぞ。奥深い名言が生まれた。これは名言っぽいという言葉を紹介していきます。はい、だ今回はギャザリン。はい、お願いします。いきますよ。ペンネーム SR アゲハ。まず服を脱ぎます。よし、いきます。ペンネーム生牛乳。やる気スイッチが売ってない。ペンネーム豚王。ニューヨークの国旗ってどんなんだっけ。あ、うん。ペンネーム生倉。ラーメンを作るより大事なものを見つけました。ぬいぐるみしか友達いないの。また奥深い名言が生まれちまったな。
ーメンを作るより大事なものを見つけたってよ。まあむしろそっちの方が多そうな気がするんですけれども、ね、まあラーメン中心で回ってる人もいるでしょうからね。そうなんです。友人がラーメンを食べにお店に行った時に、店の張り紙がこうなっていて、閉店していたそうです。あ、リアルな話なんですね。はい、店主に何があったのかは分かりませんが、何か深いものを感じるでした。あ、リアルなんだね。いや、重たいね。重たい。いろんなこと想像してたよ。すごい、いろいろなものを見つけられる。どうしたんだろう、見つけたんだな。まあでもきっといい出発だったんだろうね。はい、大事なものっていうぐらいだから。はい。うん、あとぬいぐるみしか友達がいない人なんですけど、UFO キャッチャーが大好きなんですって。うん。で、ベッドをぬいぐるみでこう埋めていたら、お母さんが言ったんですってさ、お母さんに言われちゃったってさ。お母さん違うよ、ぬいぐるみ好きなだけでこれ友達なわけじゃないよっていう勘違いだよ、お母さん友達はいるよっていう。でもそう言った瞬間にさ、たくさんあるぬいぐるみがお母さんのところに一斉に振ってみたら、ちょっとやめてください。今すっげえ鳥肌だったんですけど。うわ、お母さんガタ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 、ぬいぐるみの友達最高。大事にしなさいね。理解ある。怖いよ。怖いよ。まず服を脱ぎます。それわかんねえんだけどね。どういうこと？説明は？まず服を脱ぎます。ないじゃん。僕トークスキルゼロだから説明できない。トイレに行きます。はい。まず服を脱ぎます。そういう使い方。緑川さんどう使うこれ？いや、どう使うって、だってもうそれしかないじゃない。奥深いですから、何でもいけます。奥深い、何でもいいの。何でもいいですよ。台本を読みます。まず服を脱ぎますみたいな。なんでだよ、なんでだよ。台本を読むときにまず服を脱いでから、フリーになった気持ち、ちょっと裸の自分でやりたい、やりたい。どうぞどうぞ。いきます。恋をしました、まず服を脱ぎます。ゲセワだろ、ゲセワだろ。風呂入って綺麗になろうと思った。アニメリトルバスターズがぼちぼち始まります。まず服を脱ぎます。なんでだよ。待機、待機しすぎ、待機しすぎ。親御さんに止められますから。絶対危ないって。いや、ただテレビを見るだけなのに、なんでお前は服を脱ぐんだって。そういう人いるみたいですけどね。いるんだ。いる。いや、本当にリアルにはいないと思いますけど、よくそういうのを見ます。全裸で待機してます。あ、そういうのを見ますって聞きますじゃないの。そういうの見見てんの。見ちゃってるんだ、ね、そう見ちゃってるんだ。実はね、うちの家庭はそういう家庭。おいこら、おいこら、勝手にうちの家庭を変態にするなって、ね、ニューヨークの国旗って言うけどさ、あのさ、なんていうの、はい、マークみたいなのは意外とあったりしない？日本とかもさ、そうそうそう、国旗じゃないけどさ、国によってこう、そういう風にやれ言えばよかったよね。国旗はないけどね。そう、ニューヨークはまず国じゃないですよ。じゃないしね。州ですからね。アメリカ合衆国のニューヨーク州。合ってるよ。わかるわかる。なんとなくわかる。ニューヨークは独立国家みたいな気がするってこと。なんか名古屋が県だと思っちゃう、あの名古屋県。わかる。あの感じ。わかる。え、名古屋は三重だよね。愛知です。そうです。愛知です。今騙された。危ない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 。愛知です。愛知だよ。はい、知ってたよ。危ないな。やっぱりやる気スイッチが面白かったな、これね。どこに行ったら売ってるんでしょうね。秋葉とか。秋葉、そんなに、そんなにお手軽に売ってないよ。秋葉に行ったら買えるっていうぐらい、こんなやる気スイッチあったら私すぐ買ってるっちゅうね。持ち込んじゃった。いや、もう原稿がちゃんと読めない。やる気スイッチ売ってたら買う。買いますよ。自爆スイッチは欲しいかな。いらないわ。俺今自爆スイッチ持ってるんだ、近寄らない方がいいぜ。わあ、かっこいい。かっこいい。かっこいい。危ない。楽しい。私のやる気スイッチください。はい、以上、奥深い名言が生まれたでした。のコーナー出た、出ましたよ。はい、できりましたね。できりましたね。チーム名がリトルバスターズだっていうね。そうですね、リトルバスターズだってね。まあ僕はトークスキルがゼロなんで、はい、うまくコーナーできたかどうかわかんないんですけど、お二人に任せていけばこれからも番組は盛り上がっていくでしょう。でもさ、うい、
トークスキル0の人が3、7なるかによって、はい、きっと番組が面白くいいか面白くないかってことなんだろうね。だからどういう感じで転がっていくか。いや、あのすいません、トークスキル0今回で終わらせてもらったわけにはいかないんですかね。でもこれずっとつけておけば、うん、スキルをどんどんアップさせていけるかもしれないよ。そんなオープニングトークで言われたけど騙されないぞ。引っ張っていかないぞ。そうなの、まあ、とりあえずジャッジを引きたいってことですよね。そうです。残念ながらジャッジはこれからも私がずっと引き続けていきますよ。なんかわかる、ジャッジがどんな髪が。本当に、うん、本当にね、あと5回ぐらい連続でジャッジ引いたら呪い、うん、呪いだと思う。呪い。もし仮に10回ぐらい連続で引いたら殿堂入りだよ、はい、きっと番組卒業になるかもしれない。やだー、10はないだろ。10はないですよね。10はないよね。さすがにそれはちょっと仕込みなんじゃないかって思われちゃうんで、うん、楽しみだな。やだ、やめてよ。分かんない、伝説起きるかもしれないよ。10回連続ジャッジだって。俺のことはもうジャッジと呼んでくれ。やだよ、ギャザリンがいいもん。ジャッジ、ギャザリンいいんだ。ギャザリンかっこいいです、ね、とりあえずいい形で殿堂入りで卒業ってなるかもしれないけど、いい番組的にはいい迷惑。なんでお前毎回ジャッジなんだよ。引きすぎだよ、いい加減にしろよって。見えてんじゃないの。見えてたら逆に引かねえよって話になるよね。そうだね。そう、おさらさんが変な顔してる。やだよ。またまたまでしょうね。そうですよ、私も変な証拠つけられたい。ここまで引っ張っといて次回楽しみだな。わお、わお。各コーナーまでメールの方お待ちしております。はい、お相手は夏目恭介役の緑川光と、夏目凛役のトークスキルゼロ田宮智恵と、直美くどりはか役の若林直美でした。さようなら。リトルバスターズ R、 この番組はビジュアルアーツ響きファブリーコミュニケーションズの提供でお送りいたしました。